ということで今からお気持ちをします。まあって言うとちょっとね、身構えるかもしれないけどね。まあ僕は基本的にね、自分でお気持ちするなんて言ったことないから、皆さん身構えるかもしれないですけど、あれです。茶化してるだけです。まあこの間のマリオカートの時に、その近況で結構僕が救急車の話とかした時に、まあ僕に直接マシュマロに来たやつもあれば、そのちょっと表でも、本当に片手数えるぐらいではあったんだけど、ちょっと見たやつがあって、まあ何かというと、まあ僕がちょっとそれ忙しくしてたことに対して、ちょっと運営さんが、に対する批判みたいなのがちょっとございまして、ちゃんとライバー大事にしろ、ともっと管理しろみたいなのがあったんですけれども、大丈夫です、なんだったらもっと休めって言われてます。あくまで僕が下手、休むのが下手なだけです。もうまずたくさん仕事をくれること自体は本当にありがたいことです。じゃあ言わなきゃいいじゃんって思うんだけど、まあ、やっぱね、リスナーのみんなには正直でいたくて、まあ、昔ちょっといろいろあってね、なんかその急にちょっと知り合いが倒れたことがあったりとかして、やっぱ元気な人が急に倒れるとショックって大きいんだな。逆にその、もともと体弱いとか、もともとそう、なんか最近体調悪いって人がいると、もちろんショックではあるんだけど、ちょっと覚悟できてる部分があるから、まあ、ちょっとそこは正直で言いたいから僕が言っただけでございまして、本当だったら4月の僕中2週間だけ休むつもりであったし、その2週間の間も決まってるコラボであったりとか案件は出るつもりだったのね、まあ、そこは実際出たんだけど、ただその2週間だけじゃなくて、もう本当に4月の頭からもうゆっくりのんびりやらせてもらって、5月の頭ものんびりやらせていただいたのは、もう何だったら2ヶ月ぐらい休めって言われたのよ僕は。でも5月休めないっすよねさすがにっつって、あ確かにねっていう部分はもちろんあったけど、頭痛とか、大丈夫っすか？頭痛とか、尿路結石。なんで尿路結石の話になったの？そんな素振り僕見せたことないけど、ない！大丈夫！尿路結石は今んとこない。様子もない。頭痛はやばい。でも頭痛やっぱ偏頭痛持ちみんなやばいっつってる。つか、偏頭痛に関しては今年入ってから、ずっと寒い、暑い、寒い、暑い、寒い、寒い、暑い、もう男女みたいな。暑い、寒い、寒い、寒い、暑い、ふぅ、ふぅみたいな感じのせいで、もう大体ダメです。マジで今年入ってからずっとそう、本当に。勘弁してほしい。まあ、ということはあって、まあ、でも実際運営さんには本当によくしていただいてますし、別に僕ら休もうと思ったらいつでも休めるんですね。もう本当無理っす、休むって言うし、お仕事も、いや、ちょっと最近ちょっとね、ありがたいんですけども、最近ちょっとね、ちょっといろいろとね、詰まっておりましてって、僕がちょっと明るいネガティブってよく言われるんだけど、ちょっとね、一回もう断っちゃうと、なんか次から向こうも気遣って、なんか、じゃあいいよっていう感じではなくて、向こうも気遣ってなんか入れられなくなるのはそれはそれで寂しいなっていう気持ちで、ちょっと自分に対する脅迫観念が強すぎて、いただけるやつは何でもやるっていうタイプの人間だから、休もうと思ったら別に1ヶ月休もうが、ね、半年休みますか、全然やろうと思ったらね、やれるわけですから。なのでね、全然この今回の件に関して、運営さん批判するのは、正直、ご遠慮願いたいというお話があります。ということで、以上です。今ね、そういえば、まあ最近やったことっていうか、近況やったことの話とかしていこうかなと思ったんだけど、じゃあ僕が悪いってなっちゃったら、今この話したら、マシュマロでもいただいたんですよね。近況こういうお話聞けたら嬉しいです、つって。あったのが、パッション英会話、センアラさんコラボ、ミディ 3D、ニサンジ ASMR シチュエーションボイク、リバライラジオ、ニジャンジ300、二次面競馬、ハヤスト誕生日祭2024、レーム 3D マリカ杯、コスメコラボ。短い。じゃあ僕が悪いな。おかしいな。小休止していたんだけどね。チャンネル登録、高評価、お願いいたします。